ベルベル人の駒沢です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入とお問い合わせはベルベル人のウェブストアのみとなっております。ご了承ください。本日紹介する商品は、6月の7日夜の21時にアップされる商品となっております。詳しくは概要欄の方に書いておりますので、よろしかったらご覧になってみてください。ではまず早速 T シャツから紹介させていただきます。まずはじめにこちらのフットボール T シャツです。こちらタグがチャンピオンのランナーズタグです。新ワークの中を走っているので60年代頃です。サイズ表記はラージ、100% コットンのボディです。で、こちら、マスタードカラーでラバープリント、ナンバリングが0番です。0ってかっこいいですよね。いいと思います。で、後ろにも0入って、袖にもラバープリントでラインが入ります。で、ラージ表記ですが、年代も古いので、僕だと気持ちゆったりするくらいです。入る方多いと思いますが、90年代後のラージサイズよりはちょっと小さい印象です。で、状態なんですけども、こちらの方に、ちょっと雰囲気の出るような感じで、シミ汚れあります。で、こちらの古い、フットボール T シャツでお値段 12,800 円と消費税です。続きまして、こちらです。チャンピオンのバータグでサイズ表記 XL です。で、こちら赤ボディでラバープリント入っております。1桁でナンバリングが7番です。で、後ろにも7番入っております。で、こちらも袖にラバープリントでラインが入るタイプです。で、こちらのボディなんですけども、コンディションかなり綺麗です。ボディの状態もめちゃめちゃ綺麗です。ダメージはほとんどないです。で、XL なので僕だと大きめです。で、こちらのフットボール T シャツでお値段 12,800 円と消費税です。続きまして音物の T シャツ紹介させていただきます。まずはじめにこちら、ビートルズのメンバーですね、ポール・マッカートニーです。こちら、フルーツ・オブ・ザ・ルームのベストでサイズ表記はラージ5050のボディです。で、白ボディでラバープリントでポール・マッカートニーのフォトが入っております。このモノトーンな感じかっこいいですね。で、年代も2000年代入るような新しいボディではなくて、袖と裾当然シングルステッチの90年代号のちょっと古いボディです。で、後ろは無地です。で、こちらもコンディションかなり綺麗です。まだそこまで洗いも入っていないと思います。で、 L 表記で僕合わせてこんな感じです。気持ちというかゆったり切れます。いいサイズです。こちらのポール・マッカートニーの T シャツでお値段が 7,800 円と消費税です。お安いと思います。続きましても音物の T シャツです。こちら、ジャズのチャーリー・パーカーですねの T シャツです。タグがこちらフルーツ・オブ・ザ・ルームのツールタグでサイズ表記ラージです。こちらも 100% コットンのボディです。で、黒ボディでチャーリー・パーカー入っています。ジャズも今のうちにまだまだ手の届く範囲内の金額だと思うので、高くなってしまう前にお好きな方押さえておいてもいいかもしれないですね。で、こちら L 表記ですが、全然縮みも出ていないです。身幅もしっかりありますし、着丈も全然あります。こちらもモノトーンでかっこいいですね。こちらのチャーリーパーカーでお値段 15,800 円と消費税です。続きまして、もう古い音物の T シャツです。タグがこちら、薄くなってしまっていますが、こちらステッドマンボディです。で、こちら5050のボディで、サイズ表記、薄さですが、ミディアムと読めます。で、こちら白のバインダーネックのボディ、古いボディで、生地は薄くなってしまっているんですが、ザ・クラッシュ。活動してた時の当時のものだと思います。で、後ろは無地のタイプです。イギリスのパンクロックバンドとしてかなり有名なクラッシュ。かっこいいですね。なかなか当時ものの T シャツ出てくることないです。古いボディ出てこなくて、90s とかでたまに出てくるくらいですね。で、僕が合わせてぴったりするサイズ感で、こちらお値段が 19,800 円と消費税です。お好きな方コレクションでもいいと思います。続きまして、バイカー系の T シャツです。タグがこちら、フルーツ・オブ・ザ・ルームのベストで、サイズ表記 XL の、こちらも5050のボディです。で、ファイヤーストーンのホットロットの T シャツです。こちらラバープリントで白ボディに綺麗に入ってます。で、後ろは無地のタイプです。こちらも90年代号のちょっと古いボディですが、状態かなり綺麗です。XL サイズ、僕が合わせるとかなり大きいです。需要多いサイズだと思います。こちらの T シャツでお値段が 9,800 円と消費税です。続きまして、もう1着紹介させていただきます。フロントは無地で、タグがこちらオニータですね。90年代のオニータで、サイズ表記ミディアムサイズです。でこちらバックプリントのみに入るパターンです。いいと思います。でこんな感じですね。でこのフロントが無地でワンポイントも入らないでバックのみに入る T シャツ、僕なかなか結構好きです。サイズ表記ミディアムですが、こちらもそこまで縮み出ていなくて、僕だとゆったりします。いいサイズです。こちらの T シャツで、こちらも値段9800円と消費税です。続きまして半袖シャツです。こちらタグが古いフルーツオブザルームのタグついてます。いいですね。で白ボディでコットン素材でボタンダウンのシャツですね。で後ろ3点止めではないタイプです。で襟にこちらの芯がまだ入っている通り、こちらデッドストックの個体です。でサイズ表記ミディアムで、まだ洗いも入ってないので大きめです。僕だとゆったりします。洗って乾燥機ちょい入れていただけますと、僕で気持ち緩くなるようないいサイズ感になると思います。こちらのフルーツオブザルームのデッドストックのコットンの半袖シャツで、お値段が7800円と消費税です。続きましてスペシャルなボーリングシャツです。タグがこちらです。ボーリングシャツのタグがつきます。でサイズ表記はすいません、ちょっと見当たらないですね。でフロントがこんな感じです。水色ベースで、こちらに切り返しでネイビーですかねが入っていたり、襟元とかも凝ってるデザインです。で襟は袋襟のタイプで、もちろん襟芯とかは入ってないです。でこちら後ろなんですけれども、かなり珍しめな刺繍入っております。なかなか見かけない、ボーリングシャツだと見かけないようなデザインですね。でこちらサイズ表記あったミディアムくらいかなと思います。僕は気持ちゆったりします。でこちらのシャツなんですけど、コンディションもかなり良好です。目立つような汚れ、シミ汚れ等も一切ないですし、ダメージももちろんないです。こちらのいいコンディションのボーリングシャツで、お値段 59,800 円と消費税です。続きましてコットンの半袖シャツです。タグがこちらタウンクラフトです。で年代でいうと5、60年代頃のものかなと思います。でコットン素材の赤ベースで、こちら見てください。絵がほんと可愛らしいですね。下は開いていて、で全体的に入っています。袖とかにも入るくらい結構大きめなプリントです。で後ろはこんな感じです。後ろもフロント同様可愛いタッチで絵描いてます。結構派手なデザインなんですけども、今日の僕の服装みたいな感じで、あとは黒白とかでまとめてみたりすると、案外全然目立たないです。意外と着やすいと思います。こちらのタウンクラフトのシャツで、お値段 39,800 円と消費税です。続きまして大人気のハワイアンシャツ紹介させていただきます。タグがこちらです。でサイズ表記ミディアムと入っています。でこちら50年代号のボディで、ピクチャープリント豪華に入ってます。で後ろはこんな感じです。で素材はコットンですね。意外とピクチャープリント系、04とかに出てくることの方が多いと思うので、コットンおすすめです。コットンだと洗濯もできますし、結構、保管する時も楽かなと思います。ミディアムですが、そこまで縮んでてないです。僕がゆったりします。いいサイズです。こちらのピクチャープリントの、ハワイアンシャツで、お値段 39,800 円と消費税です。続きまして長袖のシャツ紹介させていただきます。タグがこちらです。ペンドルトンのシャツ、サイズ表記がスモールです。で、グレーベースですかね。グレーベースで黒と赤でチェック入っています。いいチェックですね。でもちろんウール素材なんですが、目立つような虫食いだったり縮みもそこまで出てないです。 S 表記なのですが、もうほんと全然縮み出てないです。そのヴィンテージのシャツも ML くらいあると思います。僕だとゆったりします。いいサイズです。こちらのペンドルトンのウールシャツ、サイズもいいですね。こちらでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてもペンドルトンです。ウールシャツ、タグがこちらペンドルトンのサイズ表記ラージです。でこちらタグが若干取れかけちゃってます。こちらまあ手縫いでも大丈夫ですよね。簡易的なリペアしてあげてもいいかもしれないです。でこちらベージュベースで、グリーンとブラウンの綺麗なチェックです。オンブレとかではないんですが、この辺もいいチェックだと思います。で裏面もこんな感じです。こちらもコンディションかなり綺麗です。縮みとかもほとんど出ていないですね。でサイズ表記ラージで、縮みもほとんど出ていないので、僕だとかなり大きいです。こちらも需要多いサイズだと思います。こちらのペンドルトンのいい配色のチェックシャツでお値段7800円と消費税です。続きましてレイヨンシャツ紹介させていただきます。タグがこちらです。サイズ表記がラージです。でこちら黒ベースです。で刺繍はこういう感じ、胸とか襟元に入っています。可愛いですね。で後ろは完全に無地のタイプです。で黒ベースだと結構古いシャツ、肩周りとの日焼け気になる個体多いんですが、こちら見ていただくと分かるんですけども、全然日焼けしてないです。いい個体です。でこちらサイズ表記がラージで縮みも全然出てないです。僕が合わせてゆったりします。いいサイズですね。こちらの黒ベースのシャツでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてアーミーシャツ紹介させていただきます。まずはじめにタグがこちらです。サイズ表記がちょっと見づらいんですけど16ハーフですね。16ハーフです。でこちら60年代号のアーミーシャツです。肩ももちろんダブルステッチで、こちらコンディションもかなりいいです。でサイズ表記16ハーフで全然縮みも出てなくて、僕だとかなり大きいサイズ感です。で裏面は無地のタイプです。こちらのアーミーシャツでお値段がこちら 6,800 円と消費税です。続きましてアーミーシャツもう1着紹介させていただきます。こちらの方についていてサイズ表記ミディアムサイズです。でこちらも肩がダブルステッチのものですね。でこちらも先ほどのもの同様、コンディションかなり綺麗です。でミディアムサイズですが、僕だとゆったりします。で裏もちろん無地です。で2点だけですね、こちらの肩の方若干糸のステッチの抜けだったり、このワッペンの部分 US アーミーの部分がこのワッペンの糸が抜けちゃってたりしますね。でこちらもお値段が 6,800 円と消費税です。続きましてスウェット類紹介させていただきます。まずはじめにこちらタグが半分消えちゃってるんですけどアーテックスです。サイズ表記はすいません、ちょっとこっち側にあって取れちゃってます。でコロラドでスヌーピーが入っています。サングラスもかけてて可愛いですね。でこちらもコンディションかなり良好でラグランのタイプで後ろは無地です。で目立つようなシミだったり汚れもほとんど見受けられないです。1点ですね、ちょっと映像だと伝わりづらいんですけど、ここら辺ですね、ちらほらシミ汚れが若干あります。でサイズ表記あったとしたら L サイズくらいだと思います。僕がゆったりします。いいサイズです。こちらの、スヌーピーのスウェットでお値段が 6,800 円と消費税です。続きましてこちらのパーカーを紹介させていただきます。タグがこちらチャンピオンのサイズ表記ラージです。でこちら5050のボディです。でエンジボディでハーバードのラバープリント入ってます。このひび割れ具合、こちらもかなり雰囲気出てます。レギュラーのスウェットですが、ここまで雰囲気出てれば全然かっこいいと思います。で後ろこんな感じです。こちらもラグランのタイプですね。でこちらサイズ表記ラージで僕がゆったりします。いいサイズです。こっちもこちらのハーバードのパーカーでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてもパーカーです。こちらがリーバイスのタグがつきます。でサイズ表記 XL です。でこちら80年代号のボディでオリンピックの時のものですね。で後ろは無地のタイプです。でこちらのものなんですけれども、ここに白のスモール E のタブがつきます。でこちら XL 表記で、全然縮みも出てないですね。スクエアが大きめなんですかね。僕だと結構大きく切れます。こちらのリーバイスのパーカーでお値段 6,800 円と消費税です。続きましてこちらのスウェットです。こちらアディダスですね。メイドイン台湾と入ってます。でサイズ表記はちょっとかすれちゃって読めなくなってます。で黒ベースでジップアップのタイプで水色と白の切り返しが入っています。でリブは黒白青です。この3トーンも可愛いと思います。で後ろも同様ですね。こんな感じです。ちょっとこの食い込んでる感じとかもなんかデザイン効いて可愛いかなと思います。でこちらサイズ表記あったとしたらこちらも ML くらいかなと思います。僕が私物できるくらいのサイズ感です。このジップアップ系はちょっとゆったりめで着るのがいいと思います。こちらの80年代のアディダスでお値段6800円と消費税です。続きましてアーミーのパーカーです。じゃあサイズ表記がラージです。でこちらフルジップのタイプでグレーボディでラバープリントでアーミーと入っております。でこちら脇の部分がリバースリーブ仕様になっているタイプです。でバッグは無地です。でこちらの商品も何着か入荷してウェブストアに何着か掲載してるんですけども、毎度結構売れてご好評いただいておりますので、また紹介させていただきます。ラージサイズで僕がゆったりするサイズ感でこちらのアーミーのパーカーでお値段6800円と消費税です。続きましてリバースウィーブです。こちらチャンピオンの90年代刺繍タグ、サイズ表記ラージでもちろんアメリカ製です。でこちらネイビーボディでかなり日焼けしてます。もう雰囲気系ですね。もうダメージとか増やしていって袖とかこの後パンクしてきたりとかしてもそれはそれでかっこいいと思います。で無地でワンポイントで目がすくタイプです。この目なしの方が珍しかったり高かったりすると思うんですけども、この目のついてる感じのちょっとワンポイントアクセントになる感じとかも可愛いですね。で後ろは無地のタイプで後ろもフロント同様結構日焼けしてます。でサイズ表記ラージで僕がゆったりします。いいサイズです。こちらのネイビーの雰囲気系でお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらです。こちらも先ほども同様刺繍タグの90年代 XL でアメリカ製です。こちらも、ベニーモカラーですね。パープルでこちらも先ほどもの同様雰囲気系です。全体的に日焼けしておりますし、この辺もですねかなり色あせてる感じとかもあって、こっちも無地のワンポイント目がつくタイプです。で後ろもですね結構日焼けしてます。かっこいいです。この色物日焼けする感じ結構かっこいいです。一点物の良さあると思います。サイズ表記 XL で僕だと大きめです。こちらのリバースウィーブでお値段9800円と消費税です。で続きましてこちらいい色ですね。ターコイズブルーです。でこちらも90年代の XL でもちろんこちらもアメリカ製です。でこちら先ほどの2点とは違ってこちらコンディションが良好ですね。リブもそこまで伸びきってないですし、目立つようなダメージや汚れもないです。で日焼けしてる感じも特にはないです。きれいめなもの個体お探しの方とかにおすすめです。 XL 一番需要多いサイズです。僕がゆったりします。こちらのリバースウィーブでお値段 12,800 円と消費税です。続きましてプリント系です、こちらも刺繍タグ XL のアメリカ製です。でこちら、グレーボディでラバープリント1段いい感じにひび割れています。若干ですね剥げてきてる感じとかもこれから雰囲気出てくると思います。一番やっぱラバープリント1段っていうのが一番出てくるんですけど、やっぱ着やすいです。で後ろは無地のタイプです。でこちら、プリントのひび割れとかに伴ってですね、リブ周りちょっと若干擦れているところがあったり、ステッチ抜けがあって、右側も同様ですねこういう感じであります。でこのネック部分もちらほらポツポツとダメージきてます。ただ着用する上で全然気にならないかなと思います。僕が合わせてこれくらいのサイズ感です。こちらのラバープリントでお値段 12,800 円と消費税です。続きましてこちらです。刺繍タグのラージでこちらもアメリカ製です。でこちら赤ボディで、ラバープリントが大きめですね。3段入ってます。でこちらプリントの状態も見ていただきたいんですけども、バキバキです。コンディションまだ生地感も肉厚ですし、裏地触った感じもかなりふかふかです。でもう当然リブとかも全く伸びてないです。でこちらラージサイズで僕が合わせてこれくらいのサイズ感です。でもう今日みたいな感じでブラックで合わせて、もう赤ってかっこいいです。かっこいいんですよ。で後ろはこんな感じで無地のタイプです。でこの発色のいい赤のラバープリント、コンディションバキバキでこちらもお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらのリバースウィーブです。タグがこちらも90年代の刺繍タグで、サイズ表記がミディアムです。小さいサイズなかなか出ないです。でこちらもアメリカ製の個体です。でこちらもグレーボディでラバープリント1段入ってます。グレーに対して黄色っても可愛くて女性とかにも人気なカラーリングだと思います。で後ろは無地のタイプです。でこちら状態なんですけれども、肘裏ですね、ちょっと汚れがあります。こちら、若干目立つかなと思うんですけど、古着慣れしていてもうこういうのそこまで気にしないよっていう方であれば全然大丈夫だと思います。でミディアムサイズ、僕が気持ちゆったりするようなサイズ感です。もうほんとリバースウェーブ小さいサイズなかなか出てこないので、サイズ合う方ぜひ行ってほしいです。ちなみに僕は汚れあんまり気にしないタイプです。こちらのリバースウェーブ結構お安めです。お値段が7800円と消費税です。続きまして古めのサービスシューズを1足紹介させていただきます。ものがこちらです。でこちらのものなんですけれども、60年代頃のサービスシューズです。で裏側はもちろんラバーではなくレザーのタイプです。で状態なんですけれども、もう結構使用感自体はかなりあります。もう雰囲気は出てる、いかにも古着っぽいようなコンディションです。もうすり減ってたりはするんですけれども、着用自体は全然できます。でこの革の状態もそうですね、もう履き地とかもついてますし、もうほんと古着らしい一品になってます。でこのホールが6個あって60年代のものですね。でこちらインソール見ていきたいんですけども、こちら火星って読めないんですけども、サイズが8だと思います。ちょっと映像だと見えづらいんですけど8です。でこちら中の部分ですね、ちょっとジャストサイズで履くっていうよりかは気持ちゆとりを持たせて、女性の方とか中にインソールとか入れていただいて履くのがおすすめですっていうようなコンディションです。こちらの60年代のサービスシューズでお値段 15,800 円と消費税です。続きましてパンツ紹介させていただきます。まずはじめにこちらです。ラルフローレンのパンツです。タグがこちらの方についています。ポロですね。でこちらちょっといかにもヴィンテージっぽいようなディティールが使われています。フロントフライが月桂樹ボタンが使われていたりだとか、ちょっと古そうなボタンが使われていたりっていう感じですね。若干ファティーグパンツみたいな形です。でもネイビーっていうのがラルフローレンっぽくて面白いですよね。でこちら実寸がウエスト34のレングスが31インチです。僕にはちょっと大きいんですけれども需要多いサイズだと思います。じゃあレングスの方も絞れるので、多少レングスが長かったとしてもこの絞って調節していただければ全然誰でも履けるかなと思います。こちらのラルフローレンのパンツでお値段が 7,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、 LLB のパンツを1本紹介させていただきます。タグがこちらの方につきます。 LLB のタグです。でウエストが34インチでレングスが29インチの表記です。で裏地はコットンネルっぽいような生地感です。でネイビーの個体ですね。でこちらジッパーが YKK のジッパー使われています。で後ろはこんな感じです。でこちらコンディションなんですけれども、こちらの方ですね1点、ネイビーなのでそこまで目立ちはしないんですけど、黒いシミのようなものがあります。で今日みたいな感じでちょっと T シャツをかぶせるように着ていただくと、場所的にもそこまで目立たないと思います。でこちら実寸の方がですね、こちらウエストが35インチでレングスは変わらず29インチです。こちらも需要多いサイズだと思います。この履いてて、上を選ばないようなパンツですね、履きやすいと思います。こちらでお値段 7,800 円と消費税です。続きまして本日ちょっとかなりデッドストックのパンツ多めにご用意いたしましたので、そちらも紹介させていただきます。まずはじめにこちらです。ディッキーズのグリーンですのデッドストックです。でこちらタグがですね、ウエスト31インチでレングスが32インチの表記です。でこちらベルトループが真ん中の細いオールドのタイプです。じゃインジの方もしっかり読めます。で嬉しいですね、こちらアメリカ製です。しっかりアメリカ製です。でこちらデッドストックなので、実寸は変わってないですね。ウエストが31インチでレングスが32インチです。僕だとちょっと長いですが、ディッキーズ切りっぱなしにしていただいてもいいですし、レングス上げていただいても全然大丈夫だと思います。こちらのデッドストックでお値段 9,800 円と消費税です。続きましてもレッドストックもう1本紹介させていただきます。でこちらもベルトループ真ん中が細いオイルドのタイプです。でタグがこちらの方についてウエスト32インチのレングス30インチでこちらも一番下の段ですね、メイドイン USA しっかり読めます。でこちら色味がエンジです。綺麗な色ですよね。でこちらも実寸は変わらずウエスト32インチのレングスが30インチです。こちらもちょっと僕には長めです。開けちゃってもロールアップしてもギリギリ履けると思います。こちらでお値段9800円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらが先ほどのものより古いタイプです。小さいタグがつくいわゆる 80s の個体ですねのデッドストックです。こちらの方に内タグがつきます。まあ、当然アメリカ製の表記一番下にあります。でウエスト28インチのレングスが30インチです。でこれが僕がレングス気持ち長いんですがいいサイズ感で履けます。僕がジャストって感じです。でこちらのレッドストックグレーボディでお値段7800円と消費税です。これお安いと思います。続きましてこちらです。こちらも小さいタグがつく80年代のものです。でこちらもレッドストックです。でこちらウエスト31インチのこちらレングスが29インチです。気持ち細身の男性の方とかゴールデンサイズだと思います。でこちらも実寸先ほどのもの同様ですね。僕にはウエスト気持ち大きいですが需要多いサイズだと思います。こちらのリッキーズのデッドストックでお値段9800円と消費税です。続きましてブラウンのリッキーズです。こちらも80年代のものです。でこちらちょっとタグとかはフラッシャーとか取れてしまっているんですけど生地感触った感じもう洗い入っていない個体だと思います。でこちらも内側にタグがつきます。ウエスト34インチのレングス32インチ、こちらも当然アメリカ製で、このタグを触った感じももうバキバキなのでレッドストックで間違いないと思います。でこちらのものウエスト34インチのレングスが32インチです。僕だとさすがに大きいですがこちらも需要多いサイズだと思います。レングスが長い分はまあロールアップしていただいてもいいですし開けちゃってもいいと思います。こちらのブラウンのレッドストックでお値段9800円と消費税です。続きましてコーディロイのものですね。こちらも80年代のものでしっかり残っています。デッドストックです。3232の表記です。でこちらエンジですかね。ブラウンというよりはエンジの、デッドストックになります。でコーディロイなのでもう光沢もまだもちろんありますしもう生地感ももうバキバキのコンディションです。1回水を通してもまだ全然コンディションいい状態で履けると思います。でこちらも実寸3232です。変わらないです。僕だと大きいです。長いです。こちらも上げちゃってもいいと思いますしサイズ合う方はぜひこのままオリジナルで履いてもいいと思います。こちらのコーデューのレッドストックでお値段 12,800 円と消費税です。意外と暑くないのでこれからの時期も履けると思います。続きましてこちらです。リーのパンツを1本紹介させていただきます。しっかりパッチも残っています。こちらの紙タグも残っているデッドストックです。フラッシャーもついてます。嬉しいですね。でピスネーム赤いタイプです。でもう当然まだ水通ってないのでもうパッチのコンディションももちろんいいです。でこちらジッパーなんですけどもこちら42タロンが使われています。70年代号のものかなと思います。でこちらのものなんですけれども、ウエスト29インチのレングスが31インチですね。こちら洗って乾燥かけていただければレングスも縮むと思いますのでゴールデンサイズになるかなと思います。洗って乾燥機入れたら僕がジャストサイズでニッパチとかニッパチニックとかで履けるかなっていう感じのサイズ感ですね。こちらのリーのブースカットのデッドストックでお値段が 12,800 円と消費税です。これ安いと思います。続きましてちょっとジャケット本日少なめです。1着だけ紹介させていただきます。まずはじめにマクレガーのドリズラーです。でこちらサイズ表記が36です。で黄色のドリズラー春っぽくていい色味ですね。でもドリズラーなのでここの脇の部分に穴が開いている仕様です。でジッパー棒タロン使われていてこちらジップの下ですねマクレガーのもついてます。オリジナルです。でバックはこんな感じです。バックもフロント同様こちらもコンディションかなり綺麗です。汚れが目立ちそうな色なんですけども目立つような汚れそこまでないです。綺麗なコンディションです。でサイズ表記36、僕が、気持ちを訴えするくらい本当にいいサイズです。ジャストサイズって感じのサイズ感です。こちらのドイツラー 60s の黄色でお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてリーバイスの 501XX のギャラ入りです。こちら501です。でこちらパッチが紙パッチで、こちらご覧になっていただきたいんですけども、このうっすらこの上の方ですね、ギャラ入りの赤い文字見えると思います。で当然シングルステッチの両面タブのビッグ E で、ベルトループはオフセットです。でこちらの個体なんですけれども、R がですね、フロントフライ R、 足長 R が一つもないです。比較的ギャラ入りの中でも年代の古いものなのかなと思います。でも当然各シルベットはついていて、でスレーキ裏のボタンはカッパーです。年代でいうと50年代の後半号のものかなと思います。でこちらもう遠くからでも分かる、鬼ひげとかではないんですけれども、この荒々しい色落ちいいですね。かなりかっこいい個体だと思います。もう濃淡もはっきり出ていますし、もうかっこいい色です。でこちら状態見ていきたいんですけれども、こちらですね、裾の部分結構大胆に大きめなリペア入っています。ただ丁寧に直されているので、そこはね目立つようなものではないです。でレングスもオリジナルだと思います。で当然耳付きです。で逆の足も同様ですね、結構大きめにリペアが入っています。ロールアップとかはできないかなと思います。もうジャストサイズで履ける方が入ってって感じですね。で膝の部分リペアはされてないんですけども、若干生地が薄くなっていて、でこの股下部分こちらも何にも問題がないです。でポケットの入り口の部分もリペアは入っていないですね。いいコンディションです。で裏面はこんな感じです、パッチが取れかけてしまっているっていうくらいで、もうあとは特に目立つようなダメージはないです。先ほど説明させていただきました裾くらいですね、こちら若干目立つと思います。でこちら実寸なんですけれども、こちらがいいサイズです。ウエストが39インチのレングスが29インチです。なかなかウエスト大きいサイズで探してしまうと、レングスもそれに伴って長い個体が多く出てくると思うので、レングスが29っていうのがありがたいと思います。お探しの方いるんじゃないでしょうか。こちらの 501XX のギャラ入り、いい色でお値段 158,000 円と消費税です。続きましてこちらです、パーカーですね。 LLB の後付けパーカーです。でこちらの個体なんですけれども、両 V 前も後ろも V ガゼットです。でこちらフード裏とこのボディの裏地がウール紺のタイプです。でフード裏の付け根がこの形のタイプです。なのでタグは取れてしまっているんですが、 LLB のもので間違いないと思います。で紐もこちらおそらくオリジナルの紐が付いているんじゃないかなと思います。でも当然リーブもかなり長いですし、こちらポケットはドラポケのタイプです。でこちらコンディション見ていただきたいんですけれども、もう目立つようなダメージ等一切ないです。本当にうっすらシミ汚れがところどころあるんですが、このフロント部分だったりここだったりですね、もうその年代とレアリティを考えればもう全然気にならないかなと思います。肘裏とかもこういう感じでありますが、もう全然目立たない範囲です。で裏面もこんな感じです。これもコンディションかなり綺麗です。で1点ちょっとここのところ若干黒ずんでます。ほんとそれくらいです。でこちらサイズ感なんですけれども、 ML の縮みくらいかなと思います。僕だと、着用できるんですが、ただそこまで縮みきっている個体でもないですし、もうこのコンディションの良さなかなか出てくることないです。しかもLLB ですし、いいブランドもついております。でこちらの後付けパーカー、コンディションのいいコンディションでお値段が 298,000 円と消費税です。